どうもこんにちは、兵頭哲理です。今日も毎朝欠かさず散歩をしていて、肩が痛いなと思いながらいつものように散歩をしていました。すると、何やら金髪のギャル男が公園で一人でシャドーピッチング。なんだあの金髪の男は、なんだ。ちょごめんなさい、はじめまして、すいません。いいですか、ちょっと。もちろんです。何をされてたんですか。野球してました。野球、ごめんなさい、全然野球をしてそうな見た目に見えなくて。これ今動画撮ってるんですけど、いいですか。あ、全然大丈夫です。そう、お名前は何ていうんですか。タタです。タタさん、はい、癖がありそうな人ですね。あの、何されてる人なんですか。コンビニオーナーしてます。大癖。この見た目のコンビニオーナー10年目です。10年目、ベテラン。歴史的には20年です。アルバイトからした。下積みを経てのオーナーですか。ちょっとごめんなさい、本当申し訳ないんですけど、見た目的にホストかなって思っちゃって。全然ですよ。ホストみたいな人がこんな都内の真ん中の公園でキャッチボールでもなく壁当てでもなくシャドーピッチング、何してんすか。本気なんですよ、野球に。野球に本気？野球に本気の人、ちょグローブしてもらっていいですか。ちょ、見たことないメーカーで見たことないグローブなんですけど、安っぽい。これね、どこで買ったんですか。アマゾンで買いました。めちゃくちゃ大手。私はあなたには。え、ごめんなさい、おいくつなんですか今。私で35歳です。1個下でした。どうですか、見えます。先輩とかじゃない、超後輩に見える。1個下。え、ちょっとごめんなさい、野球を YouTube とかいろいろやってる人間なんですけど、兵頭哲理って言うんですけど、お願いします。野球歴とか聞いてもいいですか。野球歴は10年やってました。10年、何歳ぐらいまでやったんだ。15歳までやってます。15歳までってことは5歳から15歳ぐらいまで。そうです。中学までやってて、高校はなんでやらなかったんですか。坊主にするのが嫌でやめました。うちのおいちゃんと一緒です。おいちゃんと一緒。うちのおいちゃんもそうでした。そう、嫌だもん、あんなの。なんであんな時代になった。あんな時代しかなかったです。なかった。あの時代しかなかった、うん、今が挑発 OK なんで。 OK。 そう、見たことないけど挑発 OK。 あ、でもね、甲子園でも結構いますよ。います。最近慶応高校とか全然挑発で。レアそれで。髪こんなんしながら甲子園で、ね、そう。え、なんかその普通の人じゃないじゃないですか。なんか SNS とかやってるんですか。やってます。あ、やってます。やってます。何が一番フォロワーが多いですか。 TikTok かな。え、 TikTok 何人ですか。95万人。 Oh my god、多すぎるって。95万人います。インスタは。インスタ70万。多すぎるって。ちょっと待って、とんでもない人見つけたぞ。おい、じゃあちょっとさ、僕たまたまなんですけど、今日キャッチャーミット持ってますよ。僕左投げなんですけど、左投げ用のキャッチャーミットあるんですよ。すごい。ちょっとキャッチボールしません。いいっすよ。やりたい、すごくやりたい。ちょっとお願いします。ぜひやりましょう。あ、いい方だ。いい方だ。嬉しい、嬉しい。投げ方いいっすね。嬉しい。投げ方いい。ピッチャーですね。ピッチャー。え、本当にピッチャーやってたんですよ。最後。あー、ナイスフォー。いい。え、全然肩とか痛くないですか。全然。お、いい。あー、ナイスフォー。いけそう、本当に。プレッシャーが。いいボールだ。最後、はい、あー、ナイスボール。いいボールだ。素晴らしい、はい、あー、キャオキャオキャオ、はい、あー、ナイスボール。いいボール。あー、いいボールだ。いや、本当にピッチャーできますよ。さあ、もう一球。
ここ行こう、ここ。ああ、これちゃうね。これちゃうね。できんじゃダメです。できんじゃない。最後だけ、最後だけピュッと。おお、ナイス。素晴らしい。ひょうどーチャンネル。めちゃくちゃいいボール投げてるんですけど。ありがとうございます。まだトレーニングとかしてないですか最近。してます？してますよ。だからだ。体が切れてる。いえ。多分もっと投げ方、投げ込みをしたら、130キロぐらい出そう。やった。え、昔はピッチャーですよね。抑えしてました。スピードとか測ったことはない？ない。あー、でも出そう。肩が元気。はい、35歳ですけど頑張ってます。その僕ちょっとさっき SNS 見ちゃったんですけど、はい、今体重何キロですか？今55キロぐらいです。55キロ。身長が178。昔体重何キロでした？120キロです。どこがやねんおい。そのデブだったのよ。デブの前でデブだったのよっていうのやめてください。一緒ぐらい。俺が今120キロなんで。僕ちなみに7年前、体重61キロです。逆パターン珍しいない、この逆パターン。足ほら細っ。ちょっと待って、細っ。俺も戻れるのこれに？そう、戻れる。ガチ？半分ぐらいじゃない？大丈夫？やば。結構やっぱ服のサイズも変わりました？めっちゃ変わりましたよ。もともとどれぐらいのサイズ着てたんですか？ 3L4。 でもそうっすよね。俺が今 5XL なんで。サカゼンでしか買えない。サカゼン。サカゼンでしか買えない。俺サカゼンのモデル募集一回応募したことある。でもサカゼンのイシちゃん、はいはいはい、のサイズしかのジーパン入らなくて。でもおしゃれは好きだったんで、おしゃれのは着たかったけど、うん、サイズがないから、はい、その5L とか。やばいっすね。だからサカゼン。それが今はサイズは？サイズは女性ものしか。嘘や。嘘。レディースですこれ。レディース。25とか。は。男のやつだとほぼ落ち。うざい。マジで？すごいよそれ。うざいでしょ。あ、そうか。55キロか。55キロ。やっば。俺もうサイズがなさすぎて発注す、あの。十分だ。逆にサイズがなさすぎて困ってて。でもレディースがあるやんか。俺レディースだと。身長高いからここが足んなくて。なんなんそれ。そう。でも俺も最近あのもう坂膳飽きちゃって、じゃあ服どうするのってなった時に、今このオーバープリントよく着てるんですけど、あのここの服がなかった場合基本的には両国に帰れないです。はい、お相撲さんのところ、はい、あの回しだけでもいいんじゃない？回しは裸やほぼ、ね、ほぼ裸や。全然いけると思う。いやもうまあここちっちゃいんで、ね、隠せますけど。おい夜の始まりさ、バニーカー呼んでかいかもしれない。やかましいわ。やかましい。まあということで、はい、あのハタさん、あのインスタグラムと TikTok アカウント載せてます。皆さんぜひフォローしてください。よろしくお願いします。ということで、今日は金髪のギャル王に声かけたらめちゃめちゃいいボールでした。ありがとうございました。ありがとうございます。そして、はい、秋吉亮です。お願いします。お願いします。球団どこでしたっけ？球団はヤクルト、はい、日ハム、はい、ソフトバンク。はい。で、侍ジャパンが2017年、はい、WBC。大変申し訳ございませんでした。はい